くドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。上昇申し上げます。馬食か。いかがいたした。たった今早馬が義の芝居、新たに軍の指揮を任され行軍中とのこと。何、芝居だと。芝中達、ついに来るか。三国志、馬謖を斬る。吉川英治。時は蜀の建康6年。蜀の上将諸葛孔明、亡き先帝劉備の大謀、魏の打倒を掲げ三軍を発す。その部位大いに振るい、連戦連勝、士気旺盛にして魏の中核長安へと迫ろうとしていた。諸葛孔明、この中達の見る限り、彼こそ闘魂の第一人者。これを破るは実に容易ではない。孔明を迎え撃つのは魏の司馬仲達。彼もまた古の孫悟に比する軍略家であった。だが我に策あり。蜀の軍には扇の要ともいえる急所がある。それは西の高地外邸。一見無用の地に見えるが、孔明はここから全軍の食料を輸送している。ここを抑えれば蜀の軍はたちまち崩壊する。その計眼、まさに英雄、英雄を知る。一方その頃、蜀の陣では。皆の者。司馬仲達はこの孔明が恐れるただ一人の男。彼が来るからにはよくよく保存を据えねばならん。察するに、おそらく彼は我が軍の喉元外邸を狙うであろう。この上は一刻も早くここを固めねばならぬ。だがこの住人、誰に命じるか。恐れながら上昇、どうかその任、私めにお命じください。おお、馬謖か。真っ先に名乗り出たのはまだ若き将軍馬謖。自他ともに認める孔明の愛弟子である。また孔明も馬謖の才気を深く愛し、将来の大人物としてその成長を楽しみにしていた。長年上昇の下で兵法を学んでまいりました。今こそそのご恩に報いる時。どうか何とぞ何とぞ。才冠発なれど未だ若し。孔明は初めほとんど意に介さなかった。だがひたすら懇願し、すがらんばかりに熱望する弟子を見、己の中の小さな愛がふと動いてしまった。よし、行くか。急げ皆の者、まもなく外邸の地、天下分け目の境ぞ。いかに孔明といえど兵を差し向けてはいまい。ん、なんだあの旗は。バカな、あれは蜀の旗。ああ、さすがは孔明、まさに神眼。すべて見通しておったか。
だが待て、なんだあの陣は。一体大将はどこのアホだ。芝居の計を見破り先手を打った孔明、彼は若き指揮官馬謖に厳しく命じた。汝の任は勝つことにあらず。外邸から伸びる輸送路すべてに陣を引き、敵を防げ。よく守り、一兵も通すでないぞ。見よ、蜀の陣を。道を守らず、山を守っておるわ。全く上将は臆病すぎる。よし、我が軍はあの山に陣取る。たとえ百万の軍勢が来ようと、逆落としに叩き潰してくれるわ。何？馬謖が我が命に背いて山上に陣を。ああ、なんたるく。山を包囲され水を断たれればしまいではないか。今からでも間に合うか。いや、相手はあの芝中達、おそらくは。戦うまでもない。全軍山麓を包囲、水路を塞ぎ、一滴の水も与えるな。あとは山猿どもめ、二三日もすれば日干しになるわ。くそ、芝居の卑怯者め。かくなる上は全軍総攻撃だ。何、兵士たちが水を求めほとんど脱走した。ああ、大事サレリ、我が過ちであった。無念だが、もはやここも危うい。全軍退却せよ。かくして鉄鋼三三、勇壮を誇った蜀の軍はたった一人、功を焦った馬謖の過ちによって敗北を喫した。お許しください、先帝劉備様。そして困難と苦戦を極めた撤退を終え、孔明と生き残った将兵たちは蜀に戻り、今回の敗戦の軍法裁きを行った。次の者、馬謖、参れ。はは。汝は我が命に背き、取り返しのつかぬ過ちをした。はい。はい、ではない。汝ももう少し成人していると思うていたが、案外なるたわけ者であったわ。恐れながら上将、あれほどの大軍、誰が当たっても防ぐことは難しかったかと。黙れ。山上に陣取ったのも兵法に従ったまで、すなわち高きによって低きを見るは勢いすでに破竹と。若者、上将、なんたる生病法、聞くに耐えぬ。もはや何も言うことはない。馬謖よ、汝を死刑に処す。上将のことですか。そんな、さあ速やかにこの者を引き出せ。切れ、首をはねよ。それでこそ上将です。どうぞ、
私を切って大義をお正しください。許せ。すべての罪は世の不明にある。おさらばです。上々。ああ、馬謖。惜しい。あまりに惜しい。諸葛孔明、泣いて馬謖を斬る。蜀の将兵20万、ことごとく涙を流す。だがその死は犬死ににあらず、孔明の悲痛な裁きにより蜀の全将兵そして民衆たちは大いに奮い結束した。すなわち馬謖の死は万世に生かされたのである。戦には勝った。だがこの忠達、孔明には到底及ばぬ。蜀の上将諸葛孔明、魏の大将軍司馬仲達、その戦いはこの後およそ6年間、すなわち孔明の死まで続くことになる。YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。